にちは、橋本のだかです。はい、いや嫌です。夏休みだね。そうですね。自由研究とかなかったの？ああ、ありました、ありました。やってみるか、自由研究。スライム作ります？自由研究やってみるか。あのさ、今ってね、すげえ便利なのよ。はい、自由研究キットっていうのがいくつか売ってるの、はいはい、よく見ますね、見るでしょ、はい、で俺の時代もなかったわけ、そういうのが、うん、もう本を図書館から本を借りてきて、うん、その中でできるやつを、まあ、作ったり研究したりっていうのをやってて、今こんな便利なものがあるんだと思って。何これ、色の科学、色彩学。いや、そのちょっと色についてそれ実験できるらしいから。俺も中見てないんだけど。てか開けてみて、開けてみてないんだけど、開けてみての、そう、開けてみて、なんかキットと、うん、なんか多分説明書みたいなのが入ってるだろうから、とりあえずやってみようぜ。橋本のどかの、のどかの夏だね。みんなこれを見ながら自由研究する子供とかもいるのかな。みんな、のどかお姉さんだよ。違うか、ちょっと違う。ゆるん、実験セット説明書。あ、文字が多い。そこで拒否するんじゃないよ。実験が6パターンあるみたいですよ。おう、じゃあカラーブレンダーをやっていきたいと思います。実験カラーブレンダー、え。まず4つのコップに水を 30ml 入れて、その中に黄色ピン、あ、切れちゃう。これが試験管置き場。お、なんか実験っぽいぞ。実験っぽいぞ。試験管、はい、これでこのコップに 30ml のお水、まあ測るやつないから写真、かっこ写真くらいって書いてあるから。ちゃんと分かってる説明書の方も。うわ、怖っ。半分ぐらい入れます。黄色、ピンク、空色、ルルルン。これのこと、これ黄色、ピンク、空色、これか。これじゃないかもしれないけど、これしかないからこれだよな。4滴垂らして、各半棒でかき混ぜる。各半棒、各半棒、各半棒ね。各半棒って何ですか。混ぜる棒のこと各半棒って言うでしょ。知らない。嘘、各半棒ある。各半棒って何。だから混ぜるやつついてる。あ、これ竹串みたいなやつですか。じゃあピンクからいきます。4 1 2 3 4。 OK、 おー、きれい。黄色、あー、黄色垂らします。ピンク、エロー、空色。これをどうするの。空色の色水をスポイトで 2ml、 ちょっと多い、まあ、いや、多いはいいか。ちゃんとやってください。料理のお菓子作りだってさ、分量重要でしょ。こうだって、そんなんで実験したら爆発するよ。分量間違えると理科の実験は。よし、入れます。綺麗、黄色は2本。すごい実験っぽいよ。それはどこに入れるの。空色に入れます。で、それは混ぜます。それを青と赤が
混ざると何色になるかってことだよね。違う、空色とピンクが混ざるとです。なんでそういうとこだけちゃんとしてんの。空色とピンクが今から混ざると、混ざると何色になるの。まあでも普通に考えて紫色ですよね。入れてみよう。レッツゴー。おおっとー、おー、紫続きまして、黄色に空色、うん、さあ、何色になるんだろう。まあ、でも普通に考えると緑ですよね。さあ、緑になるかな、なるかな、なるかな。黄色とピンクを混ぜます。オレンジ色になりました。すごい綺麗だね。すごいね、3つ分量違うね。だんだん適当になってるから。試験管に黄色とピンク、空色それぞれ1個ずつ入れる。これを 1ml ずつここ1本に入れる。全部を合わせます。何色になるんだろう。じゃあまずピンク入れます。黄色を入れます。てかここから 2ml 持ってきたら早いんじゃない。そういうことじゃないか。違う違う、ちゃんと一個一個実験ですか。こうすると、まあ、オレンジ色になりますよね。黄色入れました、うん、じゃあ最後に水色入れたいと思います。さあ何色になるんだろう。何色になるんだろう。何色になると思う。なんかまずそうな色。いきます。正解は麦茶色でした。これ何色。これ合ってる。美味しそう、夏の色ですね。麦茶が飲みたくなる色ですね。まあ、茶色だね。空色にピンクを入れ、ピンクの量が増えるにつれ青、赤、紫の順になったりする。黄色にピンクを入れるとオレンジ色から朱色、そして赤にもなる。赤作ってみます。お、赤作るにはどうしたらいいんだ。まずピンク必要ですよね。今 1ml ピンク入れて、黄色をちょっと入れるとどうなんだろう。ちょっと入れてみます。そうなんか実験者っぽいよ。え、赤も無理くないですか。どんどんオレンジ色になってくる。出たら赤できる。これ何色。オレンジ。オレンジだよね。赤はどうしたらいいですか。そもそもこの組み合わせで合ってるのか。青入れます。あ、空色入れます。やばい、麦茶色になってきた。やばいやばい、赤どうやったら作られる。赤って何。これオレンジ色だよね。どう見てもオレンジ色だよね。赤ってできるの、そもそもできるの。ちょっともう一回やる。とりあえずピンクを、ピンク成分多めですよね、きっと。これにどうしたらいいんだ。若干の黄色入れる。一滴ずつ黄色入れていく。良きところで。
ゃない？赤かな。ほら赤だよ。いや最初に比べるとこれ以上入れるとオレンジ色になっちゃう。赤できた。赤ですよ、これは赤です。赤だってほら右の3つっていうか真ん中と一番右が割と似てっけど。そんなことない、ちゃんと見てください、赤になってるんで。いやほんとなってますって。若干の黒入れるといいかもです。若干の黒あんの？これ黒じゃないですか。お、黒あんだ。一滴入れてみよう。黒が強い。振ってみて、今の。振ってください。これあれだぞ。あの、爆発のパターンだからな、これ。だってそうだよ。薄めてないもん、この黒。そうだよ。そうだよ。その水にちょっと黒を溶かして、何滴入れてたっけ？4滴入れてたんですけど、1滴でいい気がする。すげえ、炭みたいになった。真っ黒。一滴しか入れてないですよ。とりあえず一滴。二滴。あ、でも濃くはなった。こんなもんじゃないですか、これ以上入れると。ピンク、オレンジっていうのは分かりますよね。あー、そうね、さっきより赤になってね、やっぱ黒をちょっと入れたことでね。いかがでしたでしょうか。お勉強になりましたか。ああ。はい。その、のどかの自由研究っていうことで、はいはい、今回色のをやりましたけど、はい、どうだったでしょう。どうだったでしょう。その自由研究っていうことを踏まえて、皆さん、世の中の色はこうやってできてるんですよ。勉強になりましたか。それまとめになってないよ。勉強になりました。それまとめになってないよね。何まとめって。何ですかまとめ。いや、これで分かったことみたいな。これで分かったこと。青とピンク混ぜたらこれになるし、黄色と空色混ぜたらこれになるし、ピンク、黄色混ぜたらこれになる。赤を作りたいなら黒を作れ。この動画がいいねと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。以上、のどかのは YouTube。